西武3000系電車、大海鉄道300系電車、大海鉄道300系電車は、西武鉄道より3000系を譲り受け、改造して導入した大海鉄道の電車である。以下、本校では300系電車を、本系列と記述し、各編成の大海八幡高岡若田先頭車である、もは300系の車両番号を、編成故障とする。2014年に、 西武鉄道より譲り受けた3000系電車を自社電車区にて改造、モハ300系モハ1300型として2020年より導入した。大見鉄道では7年ぶりの新形式車両で、初の堺地直波制御方式の車両となる。導入に際して、ワンマン運転対応改造、行き先表示器の白色 LED 化、車内案内表示装置の設置などが施行された。このうち、 白色 LED の行き先表示器と車内案内表示装置は、大見鉄道では初採用となる。改造にあたっては、中間電動車に制御車の先頭部構え体を移設して、先頭車化改造を施行している。車体塗装は100系同様、琵琶湖をイメージした水色のカラーリングが採用された。ただし100型で巻かれていた白ラインは省略されている。 車内案内表示装置白色 LED を使用した行き先表示機301編成は2020年5月中旬の営業運転開始を予定していたが新型コロナウイルスの感染拡大と緊急事態宣言の発令で延期となっていた同年7月23日に試乗会を行い8月1日より営業運転を開始した 302編成は2021年7月24日に、大見鉄道パートナーズクラブ限定の試乗会を行った後、同月28日に営業運転を開始した。ありがとうございます。